視聴していただきありがとうございます。素人チャンネルの GT7、ドリフトセッティング公開動画ということで、今回はですね、グレッティフグ Z、こちらのドリフトセッティング車、を公開していきたいと思います。でね、今回の、タイヤはコンフォートハード、にてドリフト走行を行っていきたいと思います。で、こちらのねセッティングシート見ていただいているこの数値を入れていただくと、ドリフトができちゃいますよということなんで、まあね僕がいちいち読み上げて説明するより、この状態でね再生を止めていただいて入力していただくという形の方がいいんじゃないかなと思います。でそして次は、チューニングとか取り付けしてあるパーツ類っていう感じですかね、こちらの方になってますということで、皆さんこれを参考にしてですね、まあ、ちょっとドリフトをしてみてはいかがかなというところで、早速ね、筑波サーキットの方にて、こちらの仕様ねでドリフト走行していくっていう思想トリプレイの方を、動画にしていきたいなと思いますので、皆さん最後までお付き合いの方よろしくお願いします。はい、早速ね筑波サーキットの方に来ました。このフグ Z ってね結構これも優秀で結構ドリフトしやすい車なんですよね。うん、でホイールの位置は標準位置なんで、確か標準がねよかったかな、自分が覚えてる記憶では17インチでワイドワイドにできなかったはずなんで、標準になってると思います。横幅等ね、は確かそうだったと思います。なんでリムも深くできなかったような気がしますけど、どうでしょう、今こんな感じで走れております。いいんじゃないかなって自分的には思いますね。走れてますよね、このようにね。まあ僕がね決してそのセッティングがうまいわけじゃなく、これじゃないとダメだっていうわけもなくっていう感じなんで、あとはね皆さんの好みに応じてちょっといじっていただいてっていう参考までに。ただね、ドンピシャでね、ハマってくれる方っていうのに、ね、このセッティングハマりましたっていう方もいらっしゃるとは中には思いますけど、そこはね、強制するものではないので、皆さんの好みに合ったセッティングを見つけていただければ幸いかなと思います。ただね、これ、今やってる感じ的に、結構やりやすいし、もしかしたらね、ベースとしては結構珍しい車になるんじゃないかなと思いますけど、どうですかね、僕がちょっとね、あんまりよそ様の配信の方でっていうのをちょっと見ないのでわからないっていうのがあるんですけど、まああとね、自分のドリフトスキルがね、なんていうんですか、あんまり上手じゃないんで、まあちょっとねはみ出たりとかなんとかとかしてますけど、まあどうですかね、うまくはまあ走れてる方じゃないかなと、部類的にはね、なんでまあ自分のところで行っているね素人チャンネルでのドリフト走行会とかにね、このセッティングで遊びに来ちゃいましたとかちょっと言われるとね嬉しいかなと思っております。危ない、ということで、そうですね、続きましてはまあ、ミュージックリプレイなどかな、になっていくと思いますけど、皆さんねそちらの方も最後までご視聴していただけると嬉しいと思いますので、もう少々ですね、お付き合いの方よろしくお願いします。はい、早速ですがミュージックリプレイですね、これが最後となっております。でね、今さっき僕が操作してたのを、まあ、客観的にギャラリーとしてね、外から見るっていう感じで今走ってるんですけど、どうでしょう、
ね、僕のドリフトのスキル自体はね、そんなに高くないので、もう本当アマチュアレベルなんですけど、まあ、このようにして走れますよっていうようなね、参考までにで、ぜひセッティングの方をね、見ていただければいいかなと思います。もうよくね、このセッティング入れてみたんですけど全くできないんですけどっていうこともあるでしょうけど、このセッティングを入れると必ずしもね皆さんの、ドリフ車にできるかどうかセッティングが合うかどうかっていうのはですねちょっと難しいところが本当にあるんですよ。なので、まあ、僕はこのような感じで走ってますよっていう参考までに皆さん本当にお願いします。どうでしょう、めちゃめちゃ綺麗に走れてるような気はします。まあただね、やっぱちょっとはみ出したり失敗したりっていうのはね、荒いところはありますけど、結構ね、白煙も上げてるような感じだし、ドリフト走行会で、皆さんと遊ぶ分にはね、ちょうどいいんじゃないかなと思います。あとはね、本当にね、この車種が好きだからって言って、かなりね、極めて走ってもらうっていうのもいいんじゃないかなと思います。でこれコンフォートハードで走ってますけど、同じくコンフォートミディアムでも同条件のセッティングでね、走っていただけるような車になっておりますので、ぜひねコンフォートハードでちょっと難しいなと思ったらコンフォートミディアムに履き替えてみてもらって、ちょっとね走っていただくっていうことをねやっていただけるといいんじゃないかなと思います。それではですね、最後まで、ミュージックリプレイの方をもう少々お付き合いのほどよろしくお願いします。はい、いかがだったでしょうか。それではですね、ミュージックリプレイの方最後までご視聴していただきありがとうございました。素人チャンネルの方ではですね、ドリフト走行会、愛車自慢なんかのライブ配信なんかも行っておりますので、ぜひ皆さん参加ご視聴の方よろしくお願いします。チャンネル登録の方もお待ちしておりますのでよろしくお願いします。お疲れ様でした。